こんにちは、ひとです。今日はオングリーディエンツのウィンタープリンスでしたっけのコンセプトが届いたので開封していこうと思います。では早速開けていきます。今回ウィンタープリンスが10枚セットでなんかいろいろセットでついてくるやつですよね。中身をもはや見ずに買ったんですけど、ここでセラム、このセラムセットいっぱいあるから荷物にも丸ごとあげようと思います。で、あ、これね、クレンジングボールね。はいはい、これ買ったことないんですよね。私、目玉商品ですよね。後から見るとクレンジングボールで、あ、これ嬉しい、日焼け止め。これ何、あ、クリームね、クリームとトレカ1セットが入ってました。なんかポップアップとかで普段全然買ってないものが多めなので嬉しいですね。で、これ初めて、おう、あー、はいはい、あ、おお、すごい。これがクレンジングボールで、プニプニしてる、おお、クレンジング、プニプニしてるクレンジングボールを、確かこの中に入れて、なんか泡立てがさせられるみたいなやつでしたよね。まあ、良さそうだけど、私は未だに魔女工場で買ったクレンジングを、使ってるので、だからそれが、このあれが終わったらこれ使ってみようか。良さそう。閉まんなくなっちゃった。はい。で、最後これ。日焼け止めはね、なんかトーンアップの日焼け止めっぽいから、まあ多分顔に使う感じだと思うんですけど、まあ日焼け止めなんかは、まあ毎日使うじゃないですか。だからこれは別に何個あってもいいですね。あ、だいぶ青いな。だいぶ青いけど結構馴染むし、そんなに、なんていうんですか、日焼け止めっぽい匂いもしないし、ベタベタ感もないので結構使えそう。あ、これいい感じ。はーい、じゃあ早速ですが、トレカを、よいしょ、フルセットちゃんと入ってるか見ていこうと思います。タラーン、あ、ドヨンからだ。ドヨン、オージョン、あー、やっぱこの朝日のビジュアル最高だな。朝日、ハルト、おぉ、ヨシ君、ヒョンソク。で、ジェヒョク、ジフン、パクチョン、インジュンギュですね。入ってるかな、全員。はい、10人入ってますね。めっちゃいいじゃん、ビジュアル。個人的には、ヨシ君と浜田さんが、ビジュがやばそうだなって思ったんですけど、案の定最高ですね。めっちゃかっこいい、いい感じで、裏が、あ、メッセージ付きか、なんて書いてるか分かんないから後から調べると思いますが、ジュンギュ、パクチョン、ジフン、ジェイヒョク、ヒョンソクですね。で、ハルト、ジョンファン、ドヨンちゃん、で、ヨシ君とハマディですね。アサヒさんです。うん、アサヒとヒョンソクの字が好きだな。私の中ではこの2人の字がもうトップレベルで好きですね。ちょっと癖があって綺麗な字式なんですよね。いい感じ、めっちゃいいです。はい、ということで今日の開封はこれで終わりになるので、ちょっとね、短いかなと思うので、せっかくなのでオングリさん今までのものとかも全部、収納したいメンバーも集まってるので、最後にちょっと収納動画をつけて今日の動画は終わりにしようと思います。なので、まあ、開封動画はここまでになりますが、もしよかったらこの後も楽しんでいってもらえると嬉しいです。はい、では一旦開封は以上です。じゃあオングリエンツと、それ以外にもね、特典系がね溜まりまくってたので、これもまとめて全部収納していこうと思います。はい、これが
カレッジコンセプトで、これがウィンターコンセプトですね。よし、まずスリーブに入れていこう。カレッジコンセプトのね、ヒョンソク結構好きでいいですよね。ヒョンソクユニバーサリー、もうね、全員分来たからできれば全員分を保存しておきたいけど収納場所がないのでやめますなので集めてるメンバーだけね、こんな感じで収納していこうと思います。ジョンも保存しようかな。はい、このメンバーだけ収納していきます。まずスリーブ一巡目も変えますね。こんな感じだな、本当に。この浜田さんめっちゃいいな。私浜田さんにメッシュ入ってるのめっちゃ好きなので、もう金髪ですもんね。だからもうこの時代は終わってしまったのかと思うとちょっと寂しいですが、ハルトがね、今あのウィナーのジヌさんみたいな感じの長い髪の毛にしたいって言って伸ばしてるらしいんですけど、私ハルトめっちゃ襟足に合ってると思うので、どれぐらい伸ばすのか楽しみだなって思ってますはい、一重スリーブが終わった。よし、スリーブ入れ終わりました。で、ここの特典系たちはもう全部スリーブ入ってるけど、こっちがあれか、これが二重スリーブ目がついてないから、それをつけちゃおうと思います。よし、 OK、スリーブ終わったので収納していこうと思います。つけていきます。これもランダムのね、トレカも全部集まってるんですけど、まだ入れてなくて入れなきゃなって思ってます。これがブルーミングの特典で、ここら辺からかな、入れた方がいいの。これなんで開いてんだろうな。まず、ポップアップの特典たちから入れてしまおうと思います。これがあのオンライン特典ですね。このヒョンソクもめっちゃ可愛くて、もう金髪しか私の中ではもう金髪が一番最高なのでよいしょ、浜田さん、こんな感じで入れていきます。ハードケースまだあるかな。はい、ハードケースあったので入れていきます。で、まあ、年齢順ですね。ハルトと、あとはジョンファンですね。ジョンファン可愛い。ジョンファンパーマ最高ですよね。あとはこれがなんかビバースとなんか YG の特典があると思うんですけど、まあ、セルカじゃないし別にそんなになんかコンプするほどの美女でもないかなと個人的には思ったので、どっちかの自分が好きな方だけ、多分大体あれかな、ミウモじゃないかな、ちょっと笑顔な方を集めたのではい、こっちを入れていきます。はい、こんな感じで入れました。特典で、次が、ね、ここだな、ここからですね。はい、オングリさん硬質ケースに入れようか悩んだんですけど、全部入れたらちょっと大変だなって、今ちょっとめんどくさいなと思ってしまったのでその感情を優先して、まあ、ここ3つ残ってるから3つだけ硬質ケース入れて、あとは普通にもうダブルスリーブの状態でしまっておこうかな、一旦と思います。はい、入れていきます。そういえば最近ベビーモンスターが続々とメンバー公開されていって言ってて、日曜の深夜と水曜の深夜ですよね。
毎日じゃないか、毎週っていうかその日、それが最近の楽しみに なりつつありますね。個人的にはチキータちゃんのあの歌声がすごく好きで、まあもうね、さすがにちょっとあの年齢がね若いので、もう推し云々の騒ぎではなくなってきてはいるんですけど、ただなんかやっぱりね、ブラックピンクの後輩としてぜひ頑張ってほしいなと思ってるので、まあ、デビューのしたら決まってアルバムの詳細とかが発表されたら1枚ずつぐらい、そのあの何て言うんですか、通常の1枚ずつぐらい、それじゃだったらなんか2形態ぐらいあると思うんですけど、その各形態1個ずつぐらいはあの応援の気持ちを込めて買おうかなとは思ってますね。うん、これから楽しみですね。まだ全員公表されてないので、そうです、公式には。ああ、ミスった。ちょっと入れる順番ミスったんですけど、まあまあ、次、オングリがね、来る時にでも直そうかなと思います。間違えてた。はい。ということで、一旦収納が完了しました。って感じ。はい。ということで、オングリディエンツ、主に関連の収納もこちらで以上になります。はい。今日はね、この後、トゥルーズカフェに行ってくるので、それもまたなんか、動画撮れたらあげようかなと思います。はい。では、本日の動画は以上になります。本日もご視聴ありがとうございました。